CR バスコダガマは1898年創立のブラジルリオデジャネイロを本拠地とするレガッタクラブから始まったスポーツクラブである。クラブ名はポルトガルの探検家バスコダガマに由来しポルトガル系移民によって作られたクラブである。1915年創立のサッカー部門ではカンピオナーとブラジレイロの得点記録を持つロベルトディナミッチ J リーグでも活躍したビスマルク、エジムンド、ロマーリオ、た多,多くのブラジル代表名選手を育成、排出している。現在アウェー扱いとなっている黒地に白タスキに赤い十字架を配置した伝統的ユニフォームでも知られる。サッカー部門のほか、フットサルバスケットボール、バレーボール、ハンドボール、水泳を、はじめ各部門で多くの選手を育成、排出している。名前は ポルトガルの探検家、バスコダガマに由来する。1898年8月21日に、ボートクラブとして創立し、サッカーセクションがスタートしたのは1915年11月5日。エスタージオ・サン・ジャヌア・リオをホームスタジアムとする。リオデジャネーロ州で2番目に人気があるクラブである。リオのクラシコと対戦するときなどは、マラカナンを使用する。同じく、 リオデジャネイロを本拠地とするフラメンゴとはライバル関係にあり、フラメンゴとのダービーマッチはフラバスと呼ばれ盛り上がる。1998年に南米覇者を決めるコパリベルタドーレスを初制覇。南米王者として同年にインターコンチネンタルカップ、2000年に第1回フィファクラブ世界選手権に臨み、いずれも準優勝に輝いている。 2008年カンピオナートブラジレイドセリエ A では18位と低迷してセリエ B へ降格したが1年で返り咲いている。2013年12月8日セリエ A 第38節アトレチコパラナエンセ戦の最中観客席で暴動が発生バッキントム観客試合などのペナルティを課された。2000年はアベランジェファイとして中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。